おやっとさーです。農林水産省関東農政局の地球を愛する平山でご挨拶。すいません、今時鹿児島ではほとんどもうごあすなんて使う人はいません。ちょっと持ってしまいました。申し訳ありません。私は農林水産省に入って勤続32年、57歳になりました。あとわずかしか農林水産省にはいられません。だからこそ私は未来の子どもたちへ豊かな自然と農業を受け継いでいくためにこの YouTube を発信しています。私のテーマはギャップ。ギャップっていうのは自分の農場の中でリスクを考えて、それに対してどの程度のリスクなのかっていうことを考えて、それに対する対策を立てていくことです。食品安全の分野であったり、環境にも優しいかなとか、働く人のためにも優しいかな、そして農業って仕事ですから経営的に成り立つかなとか、そういったことを考えながらより良い農場にしていくこと、それがギャップです。 Good Agricultural Practices、 それの頭文字を取ってギャップと言います。ギャップを行っていくと自然と SDGs に貢献することにつながります。ギャップにはいろいろなギャップがあります。ギャップの入門編といえる自治体が作ったギャップ、それから民間認証の J ギャップだったり、アジアギャップだったり、グローバルギャップといったものがあります。これからいろんなギャップの農家さんを取材して皆さんにご紹介したいと思います。今回は山梨ギャップの農家さんを8月に突撃取材してきました。それではどうぞ。なぜこの白いマルチを敷いてあるんですか？これ反射シートですね。桃に着色を良くするので、ね、はい、うん、太陽の光が桃下向きになってますので、はい、反射シートで桃に、うん、乱反射するんです。開けてやっていい色づきにしてやるんです、ね、はい、これは以前からこの白いです、ね、前は銀色の銀紙だったんですけど、はい、銀紙は反射も強すぎて非常に高温になったので、高温期のために人間もね、作業する人も大変だったので、うん、新しい素材で、これはね、通気性や透水性もあります。ね、だから下からあの草が伸びてくるっていう、はい、難点もありますけどもね。でも自然には優しい。気温もまあまあそんなに上がらなくて、うん、作業もしやすいですね。で、桃の着色もまあいいんですよね。持ってたの？持ってた方がいいよね。うまい。すいません、お世話になります。ありがとうございます。突然お呼び立てして申し訳ありません。ありがとうございます。すごい。桃のね、瓶詰めをするときに、にゃんにゃんにゃん、おっちゃか、それもんですね。瓶詰め。砂糖です。砂糖水を瓶に作って。
綺麗に片付けてくれるんだ。固形物の農薬は上の方に、そして液体の農薬は下の方に保管されています。もし転倒した時に液体がこぼれないように、他の農薬を汚染しないように、混ざらないようにということですね。農薬や資材の受け払いを、畑がどこにあってどういう作業をしたかなど、日々の作業記録がきちんと記録されています。記帳することはギャップの大切な取り組みの一つです。素晴らしいですね。綺麗に記録されています。